五十嵐中越は日本の政治家。秋田県横手市長を2期、旧横手市長を3期務めた。武蔵大学経済学部を卒業後、都内の印刷会社勤務を経て帰郷。家業の印刷業に従事する。1997年、当時の横手市長、寺田助白が秋田県知事選挙に出馬するため、市長を失職。 寺田の失職に伴って実施された横手市長選挙に出馬し、初当選した。2001年にも再選され、2005年には無投票で参戦。2005年10月1日、旧横手市と増田町、平川町、小物川町、大森町、十文実町、山内村、太友村の八町村が対等合併し、新横手市が誕生。 それに伴い10月23日に実施された市長選挙で、旧平賀町長の柿崎三木オラに候補を破り、新種の市長として初当選。2009年にも再選され、横手焼きそばによる町おこしや JR 横手駅前の再開発、首都圏への農産物の売り込みなどで実績を積み上げた。2013年10月、参戦を目指して出馬するも485票差で、 新人の高橋大に敗れた。落選に至った要因として、合併の是非や合併相手の選択をめぐって、住民同士が対立した町村部では、市政運営に監視不満が根強かったことや、トップダウン的な行政手法、さらには多選が批判されていたことなどが挙げられている。2017年10月15日に行われた市長選挙に挑むも、現職の高橋に敗れ落選。 ありがとうございます。